または、コグドベルトとは、機械要素の一つで、平行する二軸間で回転を伝達するために、用いられる、はつきのベルトのこと。ベルト及びプーリーに設けた歯型を噛み合わせることにより、もっぱら摩擦のみにより連動する平ベルトや、V ベルトと異なり、スリップすることなく、回転を伝えることができる。 このため、二軸間の回転位相を正確に保つことが必要な機構に用いられる。また、入力の変動による瞬間的なスリップを防ぎたい場合や、水濡れなどの環境変動による摩擦低下の影響を受けにくいため、外界に露出した状態で滑りの発生を防ぎたい用途にも用いられる。材質は合成ゴムやポリウレタンが用いられ、 高いトルクの伝達が要求される用途では、光線やガラス繊維あるいは、アラミド繊維の芯線を内部に埋め込むことにより、伸びを抑えて高い強度を得ている。ハつケベルトの代表的なものとしては、エンジンで、クランクシャフトと、カムシャフトとを同期して駆動する部品である、タイミングベルトが挙げられる。タイミングベルトが広く知れ渡っているために、 タイコグドベルトという不正確な認識のされ方もするが、タイミングベルトは、コグドベルトの中の一種類すなわち、タイミングベルトコグドベルトという認識が正しい。摩擦に依存するベルトに比べ摩擦損失が少なく、スリップも生じない。材質が金属である、ローラーチェーンに比べ、長く使われたものは、材質の劣化によって切れる可能性があるなど、金属が、 材料のローラーチェーンよりも耐久性、剛性に欠ける。金属製チェーンに比べ素材の強度が低いために、刃の高さを小さく取らざるを得ず、ベルトの素材であるゴムの弾力によって、小形のプーリーには馴染もうとしない性質があるため、刃飛びと呼ばれるトラブルを防ぐためにはプーリーを体系化しなければならず、電動機構を小型化しにくい。 代表的な用途である自動車エンジンのタイミングベルトでは、金属チェーン用スプロケットの1.5倍程度のプーリー系を持つものが多く、ベルトの幅も同程度の負荷に耐える金属チェーンより広くなるため、系のみならず奥行き寸法でも小型化には不利である。正確な位置決めや回転角決めが可能なことを生かし、建築用や車両用の自動ドア、工場用の組み立て機械、 自動化機械、放送機器、副車機や印刷機、プリンター、自動車用のエンジンなど、様々な分野で用いられる。これらの用途においては、入力と出力の、ズレは装置の機能に、致命的な障害を引き起こすため、厳密な動機性が求められる。正確な位置決めや、回転角決めは期待せず、もっぱら滑りの発生を防げることを活かす用途として、自転車、 オートバイ等の動力伝達がある。これらの用途では、最終的に、タイヤと地面の間では摩擦接触となり、全体としてのスリップ率が、許容範囲内に収まれば問題はないため、厳密な動機性は必須ではないが、摩擦ベルトと比較しての摩擦損失の低下、ローラーチェーンと比較しての注油などのメンテナンスの手間の、削減、騒音の低下、 ベルトの弾力による衝撃の緩和などが期待され、オートバイではローラーチェーンを使う場合に必要なハブダンパーが不要になる。ありがとうございます。